聖家族と洗礼者聖ハ羽は、イタリアのマニエリスムキの画家、ドメニコベッカ風味が1521から1522年、頃に制作したカンバス状の油彩画である。1816年に、皇太子だったルートビヒ一世のために、シエナのマルシーリケから975スクードで取得され、1850年にミュンヘンのアルテピナコテーク入った。バッケスキは、 サンマルティーノのキリストの交端と比較して、ベッカ風味がマルシーリ家のために働いていた時期に作品が制作された判断とした。ダーミは同意したが、アドルフォ・ベントゥーリは、おそらく本作を撮影した写真の質が良くなかったために混乱し、本作をバッキアッカに帰属させた。ベッカ風味への帰属は、現在、広く受け入れられている。 その円形画の形式とバランスの取れた構図は、15世紀後半から16世紀初頭のフィレンツェ派、特にラファイロの影響を示している。アンナ・マリア・フランチーニ・キレンフィー、ベカ・フーミ、サデア・エジトレ、サンソニ、フィレンツェ1967ハット AAA、VV、アルト・ピナコテーク・ミューニック、エディション・リップ、モナコ・ディバ・バビエラ、 1986 ISBN 978から3から874907019ありがとうございます。